私の妹がこれこれさんにお話しした件について事実を話します。妹が裸になったのは事実です。この発言は粗品のロケという YouTube チャンネルに3週間前に投稿された動画の25分44秒のシーンです。その際に野の葉の発言直後に私が妹ねと発言しています。私たちの中で妹が裸になったのは事実であり、共通認識でした。私が妹ねとすぐに発言しているので、この話が事実であるという根拠になると思っています。ですが、裸になったという事実を隠すために妹がこれこれさんの配信に出演し、話を大きくし、兄弟の問題なのにファンの方やこの件に関係のない方まで巻き込んでしまったことをお詫びさせてください。大変申し訳ございませんでした。2022年の4月から2023年の1月まで妹と同居していました。野の葉がうちに遊びに来ていた時に何度かこの出来事がありました。粗品さんの動画で妹に嫉妬しているのかという発言がありましたが、妹に嫉妬しているのではなく、その度に野の葉がすごく嫌な思いをし、毎回私に相談してくれていました。ですが、私は妹に注意せず、野の葉に毎回ごめんねと謝っていました。あくまで妹でも、年が一つしか変わらない同性が、好きな人の前で裸になっているという事実が、私の中では不快に思っており、陸や私の家族、友達に相談をしていました。ですので、以前投稿した動画では訂正をしませんでした。この事実を動画内で話してしまい、妹さんを傷つけてしまったこと、反省しています。大変申し訳ございませんでした。妹は訂正を望んでいますが、裸でいたことは事実ですので、今後も訂正はいたしません。